もう本当に愛の存在。なんかよくマーセルが God is love って言うけど、なんか本当に愛って感じで、で私はシングルマザーに育ったから、やっぱりこのお父さんっていう部分が欠けていて、誰しも本当に完璧じゃないと思う。それで本当お父さんがいないから、なんか神様はその愛を補ってくれる、うん、なんかそういう存在だから、何か欠けていたとしてもそれを補ってくれるような愛を持ってる人。あとはあのウェイメーカーっていうので道を作ってくれる人。私よくなんかすっごいまっすぐな道が見える時がある。本当に神様はそういう道を作ってくれる人で、もうこういうなんか寄り道みたいな道もなくて、もうこういうなんか道なの。それが本当にまっすぐな、本当に綺麗な道で、そういう道を整えてくれる人だと思っていて、あとはなんだろう、本当に人生のバイブルみたいなのを教えてくれるかな。なんか人を許すだったり、他人隣人を愛せとか、本当にそれが知れるとすごい楽だと思う。人を許すってすごい難しいことだけど、でも何かされても人を許してしまったら本当に楽だし、なんか恨みとかそういうジェラスとかそういうネガティブなものが神様を知るとなくなっていく。それって本当に楽なことだと思うから、なんかそうだね、そういう人生を超えて生きたらいいんだよって教えてくれる存在かな、うん。私は19歳で、特に20歳とかになるとお酒も飲めるようになったり、本当にいろんな誘惑がある。お酒の場とかもたくさんあるし、大学とかに行くと、でも私ももちろん完璧じゃないけど、そういう時に神様はどうしたら喜ぶかなっていう風に考えるようにする。だから今だったらそういう誘惑が目の前にあったら、神様どうしたら喜ぶかなっていう風に自分で考えて行動する。私の周りはクリスチャンってあんまりいないけれども、それを私はなんかこの悲しいっていうか思ってなくて、なんかそれは本当に逆に恵みだと思っていて、そういうクリスチャンがほとんどいない環境に入れてくれているっていうのは本当に恵みで、そのマタイの福音書の5-16に書いてあるように、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇められるようにしなさい、っていうのが本当に私の御言葉、持っている御言葉で、大学でもミッションスクールであってもほとんどクリスチャンっていないし、その中でいろんな、なんだろう、苦労とかもあるかもしれないけど、でもこれを胸にクリスチャンが周りにいないからこそ、私がその神様の本当に偉大な愛っていうのを教えてあげられるから、私を通してというか、この私のクリスチャンとしての行いを通して、なんかこのみんなに神様の愛を知ってほしいなっていうふうに思う。日常的になんかこの、だからそういう人になれたらなって思う。私の好きな聖句は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。で英語だと、 Since thou was precious in my sight, thou has been honorable, and I have loved thee。 あと、もちろんクリスチャンってなんかほとんどいない環境にいるし、あ、私って人と違うなとかなんか思ってしまうこともあるけど、でも神様はそんなこと言ってなくて、本当に私のありのままの自分を愛してくれて、あなたは高価で尊い、あなたは、私はあなたを愛しているよっていつも言ってくれる、そういう風に、だから、なんだろう、これもし見てくれてる人がいたら、本当にあなたは高価で尊いよって言いたい、なんか欠けてる部分とか辛いこととかいっぱいあるかもしれないけど、
神様は本当にあなたを愛してくれているっていうことを伝えたい。本当にこれ大好き。